おはよう。今日金曜日だね。ということは、あさってもう譲渡会なんだよね。早い。このお二人はずっと変わらず、こうやってのんびり生活していればいいんですが、またしおんくんには試練がやってきます。はい、じゃあ外を出しますよ。ここ最近ではですね、しおんくんはちょっとした不穏な動きにすぐ敏感に反応してですね、この間なんかシャーシャー言い出しましたんで、あさっての譲渡会に連れて行く時、きっとこの子は大変になるでしょう。あとはこのようにですね、だいぶ慣れてきているにもかかわらず、あんずちゃんは棚の後ろが好きになっちゃいましたね。ただ棚の後ろから出てこないということはないですね。遊びで誘うと出ることは出てきます。でもなるべくあそこには入らないでほしいな。他が楽しくできるように工夫するからね。これも一応工夫の一つなんですけど、あんずちゃん。あんずちゃんだけここに入ってないんですよ。この段ボール箱。よかったらどうぞ。どうですか？
ずちゃん、あんずちゃん、おはよう。そっち向きで挨拶してる目で。はい、しゅんくん。はい、ちゃんくんも。そしてあんちゃん、おはよう。集まってきましたよ。しゅんくんはここに来なさい。なんかあんずちゃんも一員になった感じにはなってるよ。ちょっと離れてるけど。はい、あんずちゃん、カリカリ。いい子だね。今日も一瞬棚の裏に入りましたが、はい、戻ってきました。はい、自分ちゃんと戻ってくる子になりました。うん、ハンモックで休んでました。いい子だね。はい、そしてこっちのいい子はなんだか随分こんなに慣れてます。はい、慣れてます。膝の上にも乗ります。はい、ご飯って言うと喜びます。はい、会いたいで。カメラにシュリシュリします。はい、見て。はい、これカリカリだよ。うん、ないのって顔してる。はい、どうぞ。さあ、チュールでお腹を下さないようにお願いしますね。うん、昨日食べたけど大丈夫そうかな。うんちが硬かったです。硬かったではなくて緩くなかったです。このままお腹が緩くならなければこのチュールは OK ということになりますよ。うんうん、いいですね。頑張ってくださいね。チュール今でも半分だから、うん、次にあの1本あげて大丈夫かを確認してそれからだね。うん、はい、はい、はい、ポンちゃんはここでお待ちかね。はい、ポンちゃん。はい、ご飯だよ。どうぞ。でもポンちゃんの好きなカリカリもリングしといたよ。ポンちゃん。よいしょ。逆光のポンちゃんは顔が映りませんが。はい。はい、食べてくださいよ。舐めた。ちょっとだけだ。
こんなちゃんくんね、はい、みんなちょっとずつね、メインのカリカリ食べてね、とちゃんくんね、美味しいね、全部ね、ちゃんくんたちだとね、だけだと可愛いんだから、ちゃんくんとポンちゃんも一本を半分にしています。はい、入れちゃったのよ、美味しい。ちゃんくんはこのホタテ味が好きだよね、本当だね。